札幌南区の滝野すずらん丘陵公園では先月28日監視カメラに親子と見られる2頭のクマが確認されたことから臨時閉園が続いていますその後監視カメラを253台に増やし監視を続けていましたがきのう再び木製の遊具がある森の住か近くの通路に設置された監視カメラに2頭の親子と見られるクマが確認されました また専門家の調査でも足跡や山菜などを食べた跡が見つかりました2頭のクマは園の外に退去した形跡がないことから臨時閉園の延長が決まったということです